んにちは、あおいです。今日は給食のとんかつの作り方をご紹介していきます。とんかつは少し厚いお肉を使いますので、子供が噛み切りやすくするための下処理と、それから揚げ方がとても重要になってきます。子供でも食べやすく柔らかくお肉が仕上がる作り方をご紹介していきます。それでは早速作っていきましょう。あおいの給食室のサブチャンネルができました。その名もあおいの献立室。メインチャンネルでは単品レシピをお届け、サブチャンネルではレシピを組み合わせた献立をご紹介していきます。皆さん絶対に登録してね。今回使うのは豚ロース肉になります。保育園によっては豚ヒレ肉を使うことがあるんですけど、価格がね高いので給食費の兼ね合いでヒレ肉使ったりロース肉使ったりってすることがあります。豚肉はこの脂身と赤身の境目のところに筋が入ってますので、これをまず断ち切って噛み切りやすくしていきます。だいたい1センチ幅くらいに切り込みを包丁で入れていきます。そしたらここにも筋がありますので、ここも切り込みを入れていきます。そしたら裏返して両面切り込みを入れていきます。切り込みを入れたら包丁の背で全体を叩いていきます。こうすることでさらに繊維が壊れますので柔らかく仕上がります。裏返して反対側もやっていきます。お肉のサイズがこれだとかなり大きいので、保育園の場合は1人分のサイズで揚げていきます。保育園で作る時はだいたいお肉屋さんがこういった下処理をやってくれてますので、保育園であまりこういった調理することはないんですが、ご家庭でやる時はこの筋を切るっていうのがすごく食べやすくするための大切なポイントになるので、しっかり行っていきます。お肉に塩コショウをまぶしていきましょう。お肉に塩コショウをまぶすと下味がつくだけではなくて保水性を高めてくれますので柔らかく仕上がります。このまま15分ほど置いておきます。では衣を用意していきます。ボウルに卵を割り入れていきましょう。本来は小麦粉、卵、パン粉の順に衣をつけるんですが、保育園では時間短縮のために卵の中に小麦粉を混ぜ入れます。またとんかつ作る場合はそのように小麦粉と卵を事前に混ぜておいた方が粘度が増すので衣がしっかりとつきやすくなります。ということでここに小麦粉を加えていきます。でこれではまだ粘度が高いので、ここにお水を加えていきます。でこの卵の重量によってもお水の量変わってきますので、調整しながら少しずつ加えていきます。このちょうどいい粘度なんですが、ホットケーキを作るぐらいの粘度にしていきます。衣をつける前にお肉から水分が出ていたらキッチンペーパーでしっかりと拭き取ります。そんなに出てなかったら拭かなくて大丈夫なんですが、結構水分出ている場合は拭き取らないと衣が剥がれる原因になりますので拭き取っていきます。では衣をつけていきましょう。卵液につけてパン粉をつけるときは必ず卵を触っていない方の手でつけていきます。でしっかりと両面押さえるようにしてパン粉を剥がれないようにしっかりとくっつけていきます。一つ大事なことを言うのを忘れてたんですけど、生パン粉よりも乾燥したパン粉の方が冷えても美味しいという特徴があるので、お子様は冷ました状態であげると思うので、給食とかあとは幼児食向けにはこの乾燥したパン粉の方が向いてます。油を温めていきます。揚げる温度にもポイントがあって、今回は150度の低温で揚げていきます。低温で揚げることによってお肉が硬くなりにくいので、柔らかい状態で仕上がります。3分ほど経ったら上下を返していきましょう。さらにこのまま3分揚げていきます。揚げた後はこのように立てておくと、下の方に油がたまらないので、こうべちゃっとなりにくくなります。一緒にいただきます撮ろうと思ったんだけど、抱っこしてスタンバイしてたら寝てしまいましたなのでこのままいきます。3、はい。給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。なんかお腹の中にいる時からこの歌聞いてたんで、この歌歌っても多分起きないです大丈夫。美味しそう。いただきます。おいしい。本当においしい。冷めてもお肉が柔らかい。本当においしい。今若干熱々ではねないんですけど、本当に柔らかくておいしい。で、今日のポイントを守ってもらえれば、冷めても柔らかくてお子様でも食べやすいとんかつに仕上がりますので、ぜひ皆さんも今日伝えた肉の下処理と、あと揚げる時のね低温で揚げるっていうのを守ってやってみてください。保育園でもとんかつはねとっても人気です。じゃあ今日はちょっとコタがもう寝てるので、これくらいで終わりにしておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。またね。